ちは、ぽよんです、今日はですね、電車で GO 女子バトルとしてですね、秋葉原で人気の、鉄道カフェ2店舗、ね、連鉄カフェさんと、はい、リトル TGV さんおいでいただきました。皆さんじゃあちょっと自己紹介をお願いします。はい、連鉄カフェから来ました、鉄道知識を教えてもらいたいアイドル、連鉄です。はい、パリから帰ってきた連鉄のエフェルト、インバーターはるかです。はい、ほっぺもちもち体ぷくぷく、連鉄のおもちこと枕木みずほです。はい、あなたの目安にとどめとく、宮地ぼやきひばりです。よろしくお願いします。はい、秋葉原、子供も大人も楽しめる鉄道居酒屋リトル TGV 乗務員の渡るです。よろしくお願いします。同じくリトル TGV 乗務員のつみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。皆さんは電車でもやったことありますか？すごい昔に、はい、携帯ゲームで電車でがあった時に、携帯で、そうなんですよ、はい、これぐらいのなんかキーホルダーがついたやつで、ひたすらやってました。自信のほどは皆さんいかがですか？実はですね、このなんだろう、筐体が出た時にちょこっとだけやったことがあって、なんで全く触ってない方とはちょっと違うかな。なるほど。私のカード取りました。あのネシカカードっていうのがあるんですけど。ネシカカード、はい、取ってきました。やる気満々。それではですね、今日は特別に、先生をお呼びしております。はい、坂本先生です。よろしくお願いします。坂本先生はですね、電気機関車の運転士さんだった方です。現在は役者さんを目指して、引退されたんですけれども、免許とか持ってるんですよね。そうです、はい、今日は持ってきます。すごい、はい、いいですか？すごい、そうですか、そうです、ちょっと見せてもらっていいですか？すごい、動力者、動力者操縦者運転免許証、これすごいですね、これね。まあ、こういう方がですね、ちょっと実際に運転してみてくれますので、はい、皆さんちょっと勉強してみてください。はい、はい、お願いします。それでは出発しそう、行こう。さあ、本物の運転手さんが運転するとどうなるでしょう。指差しの仕方がやっぱりプロですよね。そうですね。信号70。どじめ。大丈夫で。よし。マスコンのボタンを押しながら前に倒し発車しましょう。出発。10メートルで
総合が、26,901 点。はい。はい。はい、でも停止位置は A 判定ですよ。やった。わあ。やった。ドジメ点。出発進行渋谷停発。こちらのカードを、使用して、電車で号山手線29区間を、乗車するとですね、旅行券が当たるキャンペーンをやってるそうです。これ期間がですね、
2018年、8月20日から、9月13日まで、詳しくはですね、あの概要欄にある URL からご覧ください。はい。実際にプレイしてみてどうでした？いやまず画面がもう3方向にあるので、うん、どこ見ていいかわからないみたいな状況 で、はい、でしかも映像がやっぱり美しいので、こう画面にこう気を取られていると、あ、速度オーバーしちゃったとかそういうのがあって、そういうところがね、やっぱりリアリティがあって面白かったですね。本当に実際の電車運転体験でやったことがあったんですよ。それと同じくらいというか、それ以上に難しかった。同じ失敗をしました。また皆さんぜひゲームセンターでプレイしてみてください。はい、